はい、こんにちは。速稼塾の久保です。まあ、億万長者合宿というね、大層なタイトルつけてますけども、私はね、やっぱりこう人生ってのはこれ1の出会いかなと思うんですよ。これ1っていうのはこれ1個しかないっていうね、ワンアンドオンリーってやつなんですけども、例えばこの人しかいないとかね、各分野でいろいろそういうことがあると思います。まあ、例えば恋愛で言うと、あ、もうこの人しかいないっていうのをね、見つけられたら、これはなかなかラッキーなことだなと思いますし、そういうのが見つからない限りは、まあいろんな女性とね、付き合ったりもするんじゃないかなと思うんですよ。ただもうこの人だなと思ったら、他の付き合いが本当にこう無駄でしょうがないって感じられたり、続けようと思ってもね、お互い続かなくなってきますよね。で、この動画のリレーに関しましては、もうこれ吉谷さんが言われるように、私も同じように感じるんですよ。これ他の人に、あの、やっぱこう流れでね、他の人ともリレーするんですけども、まあついてこれないんですよ。ついてきたにしても1日1本とかね、そんな感じなんで、1年経って300本ぐらいしかできないんですよね。私としてはもう全然これ退屈でしょうがないなと思いますし、あの、信頼できないところが結構あります。帰ってこなくなるんじゃないかなとかね、もしくは私の方からもう返す気力がなくなるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。もう本当にね、なんかね、まあ言ってみればしょうもないなっていう取引だったら続かないんですよ、こっちがいくら続けようと思っても。で、いろんな方と動画のやり取りしましたけども、結局はこうやってできているのっていうのは吉谷さんだけだし、去年の今頃は何人かいたんだけどなーっていう人もなんかたまに思い出したりしますしね。で、どんなこともある程度継続して結果をね、出していくってこと、もしくは結果が出ないんだけども、プロセスがものすごく進化しているっていうものをね、やっぱこう掴めていかないと続かないと思うんですよね。あの、なんかよくね、吉谷さんも一人のリーダーになれっていうじゃないですか。でも無限に動画のやり取りができる、すごく気の合ったね、人を一人でもいいから見つけろって言ったら、これほとんどの人できないんじゃないかなと思うんですよ。ね、向こうもそうでないといけないですから。で、いわゆる動画のやり取りっていうのは、相思相愛じゃないとできなかったりするんですかね。でも、ワンサイドラブだと、どっちかに無理が来ちゃうし、もうどん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 ね、あの、内容に差ができちゃうんですよ。で、私もいろんな方との動画のやり取り、今でもしてますけども、ペースが私と一定でなかったりね、すごくキャッチボールができてなかったりとか、まあ、どうにも返信動画にパワーがなかったりとかしてね、なんかやっぱ続かなくなっちゃいますね。そういう意味で言うと、まあ、見つけるっていうのはすごくね、ワンアンドオンリーを見つけるっていうのは非常にラッキーなことであり、自分もラッキーだと思われてるってことだと思いますんでね、まあ、吉田さんとはそういう点では、まあ、これからもね、この動画は無限に続くだろうなという確信と自信があります。ただしそれに依存してるわけじゃなくて、安心感はありますけども、だからといってね、やっぱりこう、まあ、そこそこ自分なりに意味のあるような動画をぶつけていかないといけないかなっていうところもありますね。まあでもね、億万長者合宿でしょ。もうプロモーション終わって2年過ぎているって、これどこに向かうんでしょうね、一体ね。どこにも向かわないのかもしれないですけどね。ただこの動画のやり取りをして言えるのは、お互いの生存確認と、それから、お、今日もやっとるやんみたいなね、お互いにそんなところですよね。すくすくとコンテンツの量も増えていって、2万3万5万10万と、まずはね、一緒に10万目指しましょう。なんか YouTube さんもね、10万本の動画アップロードいったら銀の盾みたいなのくれないですかね。銀のメダルとかでもいいか銀の盾でもいいんですけどもね、なんか木の盾ってないですね。木製の盾で100万本いったらアルミの盾とかね、そんな感じでどうですかね。動画アップロード10万本いったら、お互いに木の盾を送り合うってのはどうでしょうか。いってらっしゃい。